フランシス・ルイスは、現在のアメリカ合衆国ニューヨークの代表として、アメリカ独立宣言と連合規約に署名した一人で、ある。ルイスは、ウェールズのカーディフ・シランダフに生まれ、父は、同名のフランシス・ルイス・ボーク氏で、その唯一の子供であったが、幼い時に孤児になった。その後間もなく、おばとおじのところに行って生活した。スコットランドで教育を受け、 イングランドのウェストミンスタースクールに通った。ロンドンの商社に入社し、1734年にアメリカのニューヨーク植民地、ホワイトストーンに移住した。1756年にイギリス商社の代理人として働いている時に捕虜となって箱に入れられ、フランスに連れて行かれた。アメリカに戻ると政治の世界で活動を始めた。ルイスは50人委員会員、60人。 委員会委員及びニューヨーク植民地議会の議員となり、1775年には大陸会議代表に選ばれた。1776年にアメリカ独立宣言に署名し、1778年には連合規約に署名した。ロングアイランドにあったルイスの資産はアメリカ独立戦争中にイギリス軍によって破壊された。 息子のモーガン・ルイスは独立戦争で軍隊に従軍し、後にニューヨーク州知事を含む多くの州の役職を経験した。フランシス・ルイスの彦、マニング・リビングストーンは南北戦争のゲティスバーグの戦いで戦死した。他にもアイダホ州にまで広がる多くの経類がいる。六代後の子孫にハリウッドの映画監督ウィリアム・エイ・ウェルマンがいる。 ニューヨーク市のクイーンズ区にあるフランシス・ルイス高校は、ルイスにちなんで名付けられた。区のほぼ南北に伸びるフランシス・ルイス大通りや、ブロンクスホワイトストーン橋のクイーンズ側入り口下に、あるフランシス・ルイス公園も同様である。ありがとうございます。